The House of the Dead は1997年にセガより発売されたセガ AM1 県制作のアーケード用ガンシューティングゲームザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズの一作目である年代記では2番目の作品にあたるオーバーキルから8年後の1998年12月18日トーマス・ローガンと G は国際情報機関 AMS からの指令を受け パニックの中で切られたとみられる電話と研究員失踪事件の関連を調べ始める。そして、マッドサイエンティストに変貌したドクター・キュリアンが非人道的な人体実験を行っていることを突き止めたローガンとジーは、ドクター・キュリアンが実験を行っていた洋館で生物学的に改良されたゾンビの群れを目にする。電話の相手は、ローガンの恋人、ソフィーであり、ローガンにとってこの戦いは、 個人的な思い入れが強い。ローガンとジーは自らの知力と拳銃を武器にモンスターが外の人間に危害を加える前にキュリアンを見つけ出し止めなければならない。基本的にはガンシューティングだが敵をゾンビとしたことが最大の特徴。接近されての攻撃が主だが時として遠距離から斧やドラム缶を投げつけてくるゾンビもいるため油断はできない。 視覚的にも接近されることの危険さ、何発も銃弾を当てる、必要性にも説得力を出している。通常の敵は主に頭が弱点となっており、頭に当てると大ダメージを与え、結果的に早く倒せるほか、得点も頭部への命中が一番高い。本作の特徴の一つとして、ルート分岐システムが存在。これはゲーム中に発生するイベントの結果や、 道中にある特定のオブジェクトを撃って破壊したり、特定の敵を倒す、特定の順番で敵を倒すなど様々な行動や結果によってチャプター内のルートが複数に分岐するというもの。そのため、一回のプレイではゲームの全容を把握できない様々な遊び方、攻略方法が存在するというのもあり、このシステムはリピーター確保にも効果的であった。このシステムは 後のシリーズにも受け継がれ、定着していく。なお本作のみ、敵から攻撃を受けることでのみ侵入できるルートも存在する。リロードは従来のガンシューティングゲーム同様に画面外を撃つことで行う。初代にしてシリーズ中最も身体欠損描写が激しい。また、攻撃判定も最も忠実につけられており、例えば殴って攻撃するゾンビに殴られる直前でも、 腕を打って欠損させれば攻撃ができなくなり、ダメージを受けなくなる。ただし、下半身はどれだけ打っても欠損しないため、足を打ち抜いて転倒させるといったことはできない。ゾンビにはそれぞれ体力が細かく設定されており、難易度ランクが高い状態だと上半身を吹き飛ばしても、HP が残っていれば下半身だけで体当たり攻撃してくることもある。道中に転がる槍で刺された、 残殺死体や血だまり、食肉フックに吊るされた人間の上半身など、語話表現も他のシリーズに比べると過激である。制作者はすべてドクター・キュリアンである。本校では今作に登場するゾンビを紹介する。ナオのシリーズのゾンビは、その外見ゆえペンギン状を呼ばれているだけで、本来のそれとは異なる存在である。研究の過程で生まれた未熟な生命体であり、斧や、 チェーンソーといった武器を扱う知能はあるものの意志や感情などはなく無秩序。本能のみで行動し、自らのテリトリーを犯したものを無差別に攻撃するという動物的な特徴を強く持っている。なお、この作品のみ通例ボスだけに割り振られているタイプが一般ゾンビにも付けられている。アーケード版では、ロケテスト版では、エアコンプレッサーを利用した、 ブローバック機能を装備していたが、故障が相次ぎ、予備の銃を急遽取り寄せたり、スタッフが現地で修理を行っていた。そのため、製品版では、ブローバック機能は省略された。ゾンビから吹き出る血は赤、緑、青、紫の4種類に設定が変更できた。しかし、赤色では、過激すぎるというクレームが相次ぎ、また、リリース同年に起きた事件の影響もあり、 当時のセガの日本での直営店では緑色に統一となる。その後、セガサターン版でも日本版の道の色を緑から赤へ変更できる隠しオプションが削除。Windows 版でも全版で地の色が変更できたが、日本版の幹色、紫、青、緑といった4色で赤色は含まれていなかった。続編の2でも日本版の道の色は緑固定で、 アーケード版では敵を倒したサイのケツヘドも日本版のみ削除されている。日本版アーケード版で赤い血が噴き出すのはシリーズ中、この作品のみ。Xbox 版3以降の移植作品では、日本版でもオプションの項目で、血の色を赤に変更することが可能となっている。全国のゲームセンターをはじめとした施設で稼働が、始まった当時、研究員がゾンビから容赦なしに、 相次いで殺される表現がひどいと一部の新聞で取り上げられ問題となった。本作の舞台となっているキュリアンテイは同じワウエンターテイメント制作のアクションゲームゾンビリベンジでもエピソード6ザハウス・オブ・ザ・デッドの舞台として登場しており、この面の BGM もチャプター1と同じである。敵もサム、影をエビカン、ブエールが登場しており、 またブラックマジシャンというマジシャンを完成させたような敵がラストボスとして登場する。攻略本ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・デン・ノー・シナンに掲載されている開発者インタビューによると開発当初はゾンビではなくゴーストを撃つゲームにするという案だった。他にもソフィが最初のボスとして登場する案もあったが女を撃つのはまずいということでボツになった。またチャリオットは 鎧破壊時に破片がこちらに飛んでくるので、撃ち落とさなければならないという案があった。他にもボスについては、当時のアーケードゲーム専門雑誌、ゲーメストに掲載されていた、設定資料では、当初ハントマンのデザインはかなりワ掘りに近いデザイン。ハーミットは、最終ボスの幼虫という設定だった模様で、デザインも雲ではなく、カブトムシ型のモンスターといった感じのデザインだった。 アーケード版の稼働から約1年後にセガサターン及び Windows に移植されている。セガサターン版の開発はセガではなくオーストラリアのタンタロスインタラクティブが担当した。セガサターン版はバーチャコップなどと同様にバーチャガンに対応。グラフィックの面ではモデル2の滑らかなグラフィックに対して 3D 描写量が少ないセガサターンでは、モデル2のグラフィックは再現できず、非常に荒いグラフィックになり、容量の都合から多くの効果音も削除され、ステージ中の特定のポイントではロードが発生する。セガ開発の Windows 版は、セガサターン版をベースにしているものの、高いハード性能を生かした、滑らかなテクスチャ、ロード時間の短縮及びステージ中のロードの削除。 セガサターン版で削除されていた効果音の追加、残弾及び残来不表示がアーケード版のものに変更など、比較的アーケード版に近い移植が行われている。2021年4月15日に Nintendo Switch ソフトでリメイクされる The House of the Dead リメイクのゲームプレイ映像が公開された。The House of the Dead リメイクに関するカテゴリー、ありがとうございます。